こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ただいま長野県長野市長野駅の善光寺口にやってきました。約半月ほど前にこちら長野にやってきたわけですが、前回は雪でした。本日は晴れています。路面を見ますと雪はだいぶ溶けていまして、歩きやすくなっています。昨年12月22日幕張車両センター所属209系C619 編成6両と C601 編成の中間車両、旅情となりました2両、計8両が長野総合車両センターに廃車改装されています。到着しまして約10日経っています。どうやら動きがあったようなんですよね。ということで長野総合車両センターに行ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。前回長野総合車両センターに訪れた際、雪の中 E217KY25 編成の解体作業が進んでいました。果たして残っているんでしょうか。そして長らくの間動きがなかった215系 NL2 編成となりますが、動きがあったようです。最後の215系、果たしてどのようになってるんでしょうか。本当は長野総合車両センター行く予定なかったんですが、本日は正月の三が日、作業の方行われてないと思いますが、作業が始まってしまうと車両の解体スピードとても速いんですよね。車両が少しでも残ってるうちに撮影しようと思ってやってきました。特に215系4編成ありましたが、すでに3編成は解体済み、残り1編成 NL02 編成となりますが、ここで撮影をしとかなければ解体されてしまうともう二度と見ることができません。ということでやってきました解体番線が見える場所です。相変わらず望遠レンズがなく見づらいのですが、説明です。まずは右方向 EF65 が止まっています。こちらは特に変わりはないようですね。そして中央部分には215系 NL02 編成が半分にばらされています。そして左、こちらは209系幕張車両センターから廃車改装された車両ですね。そしてさらに左に行きますと相鉄1万系機器の更新ということで長野総合車両センターに入場しています。幕張車両センターから長野総合車両センターへ廃車改装されました C619 編成の一番先頭の車両、前面部分ガムテープで照明の部分が養生されていましたので部品取りが行われたのでしょうか。この後はぐるぐるっと回りまして一周長野総合車両センターを見ていきたいと思います。本日重機は動いていませんが、解体現場の方には E217系のグリーン車が入っています。こちら Y の25編成でしょうかね。そして中の様子を見ますと、本日はキハ110がたくさん止まっています。いつも撮影する陸橋から中を見ていますが、本日は211系しか止まっていません。奥に110系ですね、キハ110系が止まっています。長野総合車両センターの正面にやってきました。本日は作業は行われていませんが、門は開いています。正月ということもあり、入り口にはお飾りですね、飾ってあります。解体番線に到着しました。 EF65-1104号機、そして189系 N102 編成が半分ずつとなっています。そして189系のお隣、こちら幕張車両センター209系、4号車と書いてありますね。そして5号車がありまして、こちらは横の幕抜かれています。モハ209の2101、そして正面モハ208の2101、こちらは C601 編成の中間車両となります。そしてお隣3号車モハ209の2138、こちらは C619 編成の中間車ですね。そしてこちら215系となりますが、クモハ215の102 NL02 編成です。横の幕は臨時となっています。そして下の部分穴が開いてまして、ガムテープで養生がされています。まあ10号車ということですが、車内の方を見ましても座席はそのままという感じです。9号車となりますが、横の幕は改装、モハ214の102と書いてありますが、うっすらとしか残っていません。
8号車となりますが、サハ 215-101 ダブルデッカーのステッカーはそのまま貼ってあります。まあ、この奥に6号車まで止まっていますが、ちょっと雪が深くて撮影に行けません。となりますと、10号車の奥にいる車両5号車となりまして、一番反対の車両1号車ではないかなと思いますね。ちょっと見ることはできませんが、横に NL2 と表示が見えます。ちょっと映像の方では分かりづらいですが、ちっちゃく書いてあります。いつまで見れるんでしょうか、215系。まあ、こちらの車両に関しては昨年から動きがありませんので、まだ大丈夫だと思いますが、この奥の209系と215系、いつまで見れるのでしょうか。モハ209の2101に関しては、やはり横の膜、中がスカスカとなってますね。 LED の機器、幕張車両センターの方で部品取りということでしょうか。以前も猿橋の駅で確認ができたんですが、完全になくなっています。そして253系のクハの1両が残ってるわけなんですが、現在では確認ができません。こちらが全体となりますね。本日長野総合車両センターを見てきましたが、215系、ついに解体線に入ってしまいました。解体現場の方には E217KY25 編成のグリーン車、作業が終了しますと209系と215系、どちらが先に解体現場の方に入るんでしょうか。今後も動向を撮影していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは長野総合車両センターからこの辺で失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。